皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2021年のアニメシリーズ、ジュラシック・ワールド、サバイバルキャンプのシーズン4。現代、ジュラシック・ワールド、キャンプ・クレテーシャス。1話が約24分で全10話。主な声の出演は、ポール・マイケル・ウィリアムズ、ジェナ・オルテガ、ライアン・ポッター、など。なんとかイスラ・ヌブラル島を脱出したダリウスら少年少女6人。彼らはやがて奇妙な島に流れ着く。マンタ社がその島で恐竜ファイトクラブを作る計画を進めていることを知ったダリウスたちは、命の危険にさらされる事態に直面する。というストーリー。シリーズ第4弾。今回は対象年齢を下げたのか路線変更なのか、謎の SF 要素が加わり、ジュラシックシリーズであることの意味が薄まっている。また、前シーズンでようやく島を脱出したのに、早速別の島に漂着するなど、ネタ切れ感は否めない。ひたすら緊張感がないドタバタ劇が続くので、途中で飽きてしまった。見る価値があるとすれば、ボスの正体であるマンタ社社長の正体を知ることぐらい。ということで、評価は。Thumbs down.